例えば南のようによくワールドカップやーなんだか必出場機会があるチームに移籍すべきという意見ありますが、レオさんはこれについてどう思いますかあんま思わないですね。うん。出れてるからって成長できるわけじゃないっていうのも正直あるんですよね。しょうもないチーム行くぐらいだったらリバプールのレベル高いチームで、まあコン、あの試合数が多いのもあるし、あと練習のレベル高いからね。で、監督もしっかりしてるし。 ちゃんと使ってくれて、チームのレベルも、チームのレベルが落ちても監督がちゃんとしてるチームとか、そういうサッカーに集中できる環境あったりとかしたらいいですけどね。単純に出てるから呼ぶ、出てないから呼ばないみたいな、そんな話ではないと思ってますね。いや、確か36億じゃあったっけ ?26 億じゃなくて。バルサ、急に毛が減りました。あ、っていうか、それメディカルも連れてきたんだっけ、ジャビって。 っていうかね、あの、コーチ陣が集まる時間早くなったとか、練習量多くなったとかね。ラーションがね、あのー、クーマン、あの、あれ、バルトメウからラポルタに変わって、上からのサポートなくなったって言っててね、怒ってましたけど、うん、まあ、そりゃそうだろうねって思うところもありますよね。まともな感覚してたら監督に慣れてない人ですからね。うん。だけどまあね、あそこで追い出さないんだったらね、追い出す直前まではサポートしなきゃいけないだろうなって思いますしね。